ガートルード、トミー・トンプキンズ・シルバーは、アメリカ陸軍航空婦人操縦部隊の一員。同部隊で、消息不明となった、唯一の隊員である。1911年、ガートルード・ブリーランド・トンプキンズとして、ニュージャージー州、ジャージーシティに生まれる。幼少期から飛行を習った。1943年6月、テキサス州、スイートウォーターのアベンジャー飛行場にて、 陸軍航空婦人操縦部隊の隊員となるための訓練を開始する。11月13日に訓練過程を終了し、テキサス州ダラスのラブフィールド飛行場に配属された。1944年9月、ヘンリー・エム・シルバーと結婚した。1944年10月26日、シルバーや他40人のパイロットたちには、P-51D、51 D マスタングを輸送する任務が与えられた。シルバーは P-51D669 号機に搭乗し、15時42分にアリゾナ州クーリ自陸軍飛行場に向けてマインズ飛行場を離陸した。離陸時、空港近辺のサンタモニカーンジ空クルには薄い霧がかかっていた。10月30日、ラブフィールド飛行場はシルバーと彼女の上機の消息不明を報告。 陸海で広範囲な捜索が行われたが、手がかりは見つからなかった。2010年1月に自己地点を特定するための再調査が行われたが、失敗に終わった。ありがとうございます。